皆さん、こんにちは。中古車選びの際、好みの車種を手に入れたいのはもちろんですが、気になるのは車の状態ですよね。走行距離は車両の状態を知る上で重要な目安ですが、極端に走行距離の少ない車は大丈夫なのでしょうか？そこで今回は走行距離が少なすぎる中古車の注意点についてご紹介します。その1、前オーナーがちょい乗りしかしていなかった。前のオーナーが近所での買い物や通勤通学の送り迎えなどでしか車を使用していない場合、年間の走行距離が1000から3000キロ程度しか走らない車もあります。一度の運転で走行距離があまりに短い場合、エンジンオイルが十分に温まる前にエンジンを停止している可能性があります。そのためエンジンの始動を繰り返すことで寿命を縮めたり不具合を起こしたりする原因にもなるのです。またこういった車の場合、エンジンオイルの交換も定期的に行われていないかもしれません。その2、試乗車に使用されていた、販売されている中古車がディーラーなどで試乗車として使用されていた場合もあります。試乗は運転する距離が短く、そういった走行を繰り返すことでエンジンには通常以上に負荷がかかっている可能性があります。また走行距離が少ないということで、ボディや内装に傷や汚れがあるのに価格が高いというケースも見受けられます。ディーラーでは自社の車を気に入って購入してほしいと考えるので、メンテナンスもきちんと行っているはずですが、一部には試乗車の管理がずさんなケースもあります。その3、使用せずに放置されていた、年式が古い割に走行距離が少ない場合、放置されていた期間が長い可能性があります。1、外国への長期出張で乗る機会がなかった。2、車検切れになった後放置されていた。3、事故後の交渉でトラブルになり修理もされずに工場に預けっぱなしだった。4、中古車販売店で何年も売れずに残っていた。5、単純に乗る機会がないまま自宅の駐車場に放置されていた。このように長期間にわたって使用されずに放置されていた事情は様々です。理由はどうあれ、放置されていた車はメンテナンスが行われていない可能性が高いです。車の状態を決めるのは定期的なメンテナンスを行ってきたかが重要になります。走行距離が少なくても必ずしも状態が良いとは限らないので注意が必要です。その4、走行メーターが改ざんされている。悪質な例として挙げられるのが、実際の走行距離より少なく見せるために行われる走行メーターの偽装です。これまで取り上げた3つの理由とは異なり、メーター戻しは劣化とした犯罪にあたります。走行メーターの大半がアナログ式だった時代には、車内から取り外して巻き戻すテクニックはさほど難しくなく、一部の悪質な業者では行われていました。今ではデジタル式が多くなったため、走行メーターの偽装は減ったと言われています。しかし実際には走行メーターの点検を口実として修理に用いられる専用機器を悪用して
改ざんする手口もあるので、注意が必要です。いかがでしたか？何かのお役に立てれば、幸いです。ご視聴、ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録を、お願いします。